任せておけ。行くぞ。任せてください。アイスのイエティンガー。環境試験センターに異常。このままだと世界の気象にどんな影響があるか。事態は一刻を争うわ。クレバスに気をつけて、できるだけ急いで。環境試験センターのシステムダウン。世界の気象に影響が出るのも時間の問題です。途中のクレバスに落ちないよう慌てず速やかに向かってください。大変、環境試験センターのシステムがダウンしてます。急がないともっと大変になりそうです。クレバスに気をつけて、早くです。
ん、聞いてください。任せた。やるしかないのか。 X よ、こんなこともあろうかとお前にパワーアップパーツを用意しておいた。今回お前に渡すのはヘッドパーツ H じゃ。このパーツを装備すればチャージのスピードを早めることができるのじゃ。この能力を装備したければカプセルに入るがよい。わしはいつでもこのようなものが使われることのない平和な世界を願っているぞ。頼む。行くぜ。雷光線。やりました。レアメタルゲットです。これで新しいチップが開発できるようになりましたよ。ハンターベースに帰還したら早速開発ラボを覗いてみてくださいね。お前の番だ。了解。ゼロか。かつてあのお方がお前の中に理想を見たそうだが。イレギュラーどもがこの俺をどうにかできるとでも思っているのか。もはやお前は旧世代だ。あのお方のことは理解できまい。お前は確か我々新世代型と同じ能力を持つ。シグマにそそのかされて狂っちゃうような新世代型のプロトタイプなんてあんまり嬉しくないけどね。所詮試作品ではあの方に選ばれることはできんな。我々のあのお方の理想を邪魔しないでもらおう。アイスノーイエティンガー、シグマは何を企んでいるんだ。あのお方はもはやお前たち旧世代には想像もつかない存在だ。うせろ X。 you
このステージはお前たちの庭だな。お疲れ様です、 X さん。あの、ここのところゼロさんが沈んでいるように見えますけど、何か？ああ、レイヤー。そうだね、ゼロのことが心配？あ、いえ、あの、オペレーターとしてハンターチームの状況は、あの、知っておいた方が良いかと。ゼロはイレギュラー化ウイルスを作るためにシグマに自分のデータを利用されたことがあるんだ。自分のデータが世界を破滅させかけたことが今もゼロを悩ませている。そんなゼロさんが？もちろんゼロが悪かったわけじゃないし、今はもう解決した問題だけど、今回の事件の陰にまたシグマがいるなら決着をつけるつもりだよ、ゼロも俺もね。